車流水車車流水車は水を水車軸に対し斜め方向より流入させる水車の総称である。水力発電所において発電用水車として用いられ、一般には羽の角度を調整できる可動版で車流水車、いわゆるデディア水車が用いられる。車流水車の原型自体は水車技術発展の過程において何種類か発表されていた。しかし、それらは フランシス水車やカプラン水車の普及に圧倒され、実用されることはなかった。1950年代になって、イギリスのイングリッシュエレクトリック車のピーデリアが、ランナ先端部分に内蔵した回転サーボモータによって、羽の角度を調整するという新しい機構を考案。こうして完成した、稼バ版列車流水車は1957年、カナダのナイアガラ滝に設置された、溶水発電所。 サー・アダンベック・ハイドロー・エレクトリック・パワー・ステーションズにおいて、発電、溶水圏用のポンプ水車として、初めて導入された。その後、発電運転専用の水車としても優れていることから、1960年代より、採用例が増加している。マゼ川第一発電所日本においては、四国電力が1961年3月2日に、使用を開始した名頃発電所において、 発電専用車流水車を世界に先駆けて採用し、同年には、東北電力も、車流水車採用の新大倉発電所を完成させた。また、1976年には、中部電力が1台あたりの出力が、世界最大を誇る14万9千キロワットの車流、ポンプ水車を2台備える混ぜ川第一発電所を、完成させている。ロシアコルイマ発電所の稼働バネ車。 流水車渦巻き屋流、ケーシング車流水車は、有効落差にして40メートルから120メートルの箇所への設置に適した水車である。流水の反動力を利用して回転する反動水車の一種で、特性的には、フランシス水車とプロペラ水車、カプラン水車の中間に位置し、高落差の場合は、フランシス水車と低落差の場合は、プロペラカプラン水車と性能について比較される。 フランシス水車は、その箇所において、ある出力の時に、最高の効率で運転できるよう設計される。したがって、最高効率点は、車流水車よりも高いものとなるが、水車出力を変動させた時の効率低下が大きくなる。一方、カプラン水車は、羽の角度を適宜調整することで、出力変動による効率低下を最小限に抑えている。しかし、 落差の高い地点に適用しようとすると羽角度調整機構が大型化し、それを内蔵するランナ先端部分もまた大型化せざるを得なくなる。したがって、デリア水車はカプラン水車よりも高い落差で、特に落差、使用水量の変動が大きい箇所に適している。車流水車はもっぱら稼働羽根のもの、いわゆるデリア水車として製造される。羽根の操作機構は、 デリアが開発した回転サーボモータのほか、カプラン水車で用いられるような上下動サーボモータのいずれかを利用することとなる。水圧管路から流入した水は、ランナー周囲を取り囲む、渦巻きケーシングよりランナーに向かって流出する。この時渦巻きケーシングから水を流出させる、向きによって、車流ケーシングと野流ケーシングの2種類がある。前車は軸に対し斜め方向に流出し、 そのまままっすぐランナバネに作用するものである。一方の校舎はフランシス水車のそれと同様に軸に対し垂直に流出し、ランナ手前で角度を斜めに反らされる。どちらの方式でも性能的にはほぼ変わりないため、設計、メンテナンスが容易な校舎が多く採用される。車流水車ではランナを通過する流水の角度によって水車の飛速度が決定する。 水車軸に対するランナベエン中心軸の角度が車流角で使用水量が大きな箇所ではこの値を大きく取られる。30度、45度、60度、70度が設計の容易さから多く採用される。カプラン水車はこれを90度としたものと言える。ありがとうございます。